イエーイ、欲しい。チャップマン漫画飯料理研究部部長の天竜源一郎です。風邪で声が出ません。今日はもうこの声を利用して、あれをやっていこうと思います。おう、のび太、俺の宿だよ。親父の栄光時代はいつだ。俺は今なんだよ。ジャイアン、あ、もう鼻を歌う口ずさみながら口を作っていこうと思います。時期的にセミの抜け殻は手に入らなかったのでエビで代用していこうと思います。お水に煮干しとイカの塩辛を入れ出汁を取っていきます。エビを1匹そのまま入れ、ローリエも入れて塩コショウで味付けしたひき肉を肉団子にして入れて煮ていきます。さらにたくあんといちごジャムを加えて煮ます。丁寧にアクを取っていきましょう。料理は愛情です。牛乳とクリームシチューの素を入れていきます。さらに紫芋のパウダーを加えて濃度をつけていきます。仕上げに大福を入れて一煮立ちさせたら完成です。愛情を込めて盛り付けしてあげましょう。ドラえもんよりゴー・タ・タケシのジャイアンシチュー完成です。おう、のび太、早く食べろよ。食べないなら俺が食べるぞ。恐る恐る食べてみたけど、やっぱり俺料理の天才かもしれない。何がどうしてどうなったのかよくわからないけど、なぜか美味しいです。セミの抜け殻の代わりにエビを使ったのが良かったのか、味噌を入れ忘れたのかが良かったのかは分かりませんが、とにかく普通に美味しく食べれます。問題意識していた大福の部分も全然気にならずに食べれました。やはり何事もやってみないと分かりませんね。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。ジャイアンシチューは作ってみると意外にも美味しいです。そしてやっぱりハウスのシチューの素って最強だと思いました。今回紹介したドラえもん最新映画も現在公開中です。大人になっても楽しめるドラえもん、本当に最強ですね。最後までご視聴ありがとうございました。1週間経っても声が治らなかったので、皆さんに忘れられないように今しかできないくだらないネタをやってしまいました。誠に申し訳ございませんでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。